長谷川武氏は岩手県花巻市出身の男子バスケットボール選手である。ポジションは F、C。弟は川崎ブレイブサンダースに所属する長谷川あざ。竹内世代の一人、プレイ時の視野が広くパスの名手との評価がある。花巻市立石鳥屋中学校、黒沢市立工業校、拓殖大学を経て2007年に JBL の OSG フェニックス東三河に加入。2008年、千葉ピアスアローバジャーズに移籍。2010年、関東実業団の大塚商会に移籍。2012から13シーズン、大塚商会が JBL に2加盟。2013年、3X3 男子日本代表に選出され、第1回フィバアジア 3X3 選手権に出場した。 2013から14シーズンから JBL2 の後継リーグ NBDL でプレーした。2016から17シーズンからは B3 リーグに所属。同シーズンと翌2017から18シーズンと2シーズン連続で B3 リーグアシスト数ランキングでリーグ2位となった。2018から19シーズンに越谷アルファーズにチーム名変更。同シーズン 腰ヶ谷の B2 リーグ昇格に貢献した。B2 リーグでプレーした2019から20シーズン限りで腰ヶ谷を退団。2020年9月、愛媛オレンジバイキングスと短期契約を締結して入団。11月9日をもって契約満了。ありがとうございます。